サンミゲルは大ブエノスアイレス都市圏北西部のサンミゲル県に位置する町である。ブエノスアイレース中心部からは 30km 離れており2001年の国勢調査によると人口は157,532人である。サンミゲルサンミゲルにある消防署サンミゲル町立展示場ヘネラルサルミネント県アンヘルパチェーコが所有していた広大な私有地の一部分であるサンミゲルは 1864年5月18日、二景阿黒人の農学者であるアドルホ騒動によって、サン・ジョゼデル・ピラルとして発見された。最初ピラール・パルティードの一部であった町は、旧市街が再分割された後、その後すぐにサンミゲルと改名された。ブエノス・アイレス・パシフィック鉄道が1870年にサンミゲルの町に沿って敷設され、サンミゲル最初の学校が、 アルゼンチンの教育の父と呼ばれる第七代、大統領ドミンゴ、ファウスティーノ・サルミエントによる教育計画の一環として建設された。町は1889年に軍庁所在地として指定され、新たにサルミエント将軍権が創立された。その後、1994年にサルミエント将軍権が細分化されると、今度は同年10月20日に新しく創立された。 サンミゲル県の郡庁所在地となった。サンミゲルが農村地帯から高層ビルが軒を並べているベッドタウンへと移り変わった変遷により、サンミゲル特有の農村の性質は喪失され、インフラストラクチャーに負担をかけることにつながった。大天使聖ミカエル大聖堂第266代ローマ教皇サンミゲルには、サルミエント将軍国立大学やコルヘマリオベルゴリオが、 哲学の学位を取得した西ヨセフ神学院等の教育機関がある。サンミゲルにはスータのコレクティボという市営バスが街の中心を通って運行しており、サンマルティン線やウルキサ線の側にあるブエノスアイレスからアクセスが良いいくつかの駅とサンミゲル間を走っている。アトレティコサンミゲルサンミゲルはアトレティコサンミゲルというサッカークラブの拠点である。ありがとうございます。